あるかな。あって俺の勘が言っている。これ皆さん間違えてはなりません。はい、どうもーマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。昨日の動画で4号をね、置き忘れていておりましてですね、大変皆さん申し訳ございませんでした。4号さんを置き忘れておりまして、今ちょっと探しておりました。で、見つけました。今日はですね、そう、昨日の動画でもね、お伝えして、昨日の動画でお伝えしたんですけど、四国の周りをですね、旅してーなということで、それを今日はやっていこうと思っております。あれ、エンダーチェストがないぞ。倉庫にあるなら嬉しいんだけど、ない。どこに置いた。もしかしてエンドか。矢をたくさん持っていきたいんだ。まあ、そんなわけで本日もやってまいりまーす。ショータイム。おっしゃ、来た。早速こういうことですよ。こういうことですよね。こういうことですよ。あるかな。会ってくれ、会ってくれよ。お願いだ、お願いだから会ってくれ。ない。あ、ありましたね。バカみたいにこんなとこ行っちゃってますね。よし、どうもどうも。あ、どうもどうもどうも。うん、お腹の減り方見た。またなん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 だこれ。エンドに入ると腹が減る現象、怒るときと怒らないときがありますな。入ります。そう、ここでねリスポーンして、そういえば馬どうしたっけってことになって探し回ってたら、まあちょっと離れたところにいたんですけど、4号ね。はい、そこやってきましたー。いやがない。あ、そっか、スケルトントラップの方に行けばあるか。じゃあ馬子ちゃんに乗って行きましょう。で、矢を持って四国に戻ったよ。四国でやりたいことがある。四国の周りを冒険したいの。馬子のスピードを見よ。めちゃくちゃに速い。うわー、ややこしいのがいる。うわー、なんかややこしいのいっぱいいる。馬子ここにいろよ。気づかれるな、降りろ。まだチー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 。あ、矢がいっぱいありますね。よかったよかった、勝ち組。ここに入れれるし、ここにも入れれるしって、そんな持っていく人ないよな。ヘッドショット。馬子、お待たせ。また故郷に帰ろうぜ。ほっほっ、弓にドロップ増加つけばいいのにね。皆さん、また四国の方行ってきますからね。あ、ゴーちゃん、どうもどうもどうも。ゴー的には馬子さんの故郷である四国に僕も行きたいなと思っているんですが、遠いのでやめときますね。久しぶりのゴーちゃん。相手も揃ったよな。大丈夫だよな。と暗視飲みながら根座突き進んでいこう。まあ言うてね、暗視飲みながらって言いますけど、結局はほぼほぼっていうかね、99% ぐらいカット、 98% ぐらいはカットすると思うんでね。よし、ではうまくいきましょうか。よいしょ。お見せするとするなら、おそらくまあガストと戦ってるところとか、そういうところじゃないかと思うんで。おー、危ねえ。実はまだうまくがノーダメージで一回も帰れたことがありません。必ず何かしらのダメージを食らっております。まあ落下ダメージであったり、燃えたり必ず何かしらのダメージをうまく与えてしまっているので、ダメージ、ノーダメージでね、帰ることをちょっと目指そうかな。ダメージ食らった時にまたじゃあ喋ります。ではあー、やっちまった。でもパワーは減ってないけどね。今ちょっと落下ダメージ食らってしまいました。うわー、やばいと思ったんだけど、やっぱ案の定食らっちゃった。一発目です。ノーダメージ記録なし。今のダメージ食らってないけどね。メーター的にはね、こうライフ的には減ってないんだけども、今のはやっぱダメだよな。馬使いとしてまだまだアマちゃんということがこれね、はっきりしてしまいました。ジジジ。ああ、ほら、クソ、やばい。早く行け、早く行け。あっぶね。あいつ見ましたか今の。めっちゃ鳥肌だった。鳥肌っていうのもあれですけど、焦りの冷や汗ってですね、冷や汗かいちゃったけど、一番ブレイズが怖えわ。ま、とはいえこの馬子、何度も何度もダメージを食らってはこの視線をくぐり抜けていっているわけですが、一度もこうね、全部不死鳥のことも全部回復してきてますから、素晴らしい馬です。本当にもうレジェンドはこれぐらいやっぱすごいんですね。マジで大活躍で、総移動距離確実に私のマインクラフト史上ナンバーワンじゃないかと思います。この馬の中でね、尋常じゃない距離をもう走り続けてますよ。到着じゃ。お、朝ですね。はい、やってまいりました。ただいま四国、アイテムの整理を行いますかね。今日はですね、
周りを旅したいなと思っております。で、地図をつけた方がいいのかなとも思ってるんですけど、すねかじりの時の地図あるじゃん、あれもう置いてきちゃってるんで、新しいの作って、まあ、あの近辺ね、この辺の近辺にどんなものがあるかっていうのを、やっていきゃいいじゃんってこと。よし、最大サイズになった、これでいい。でこの地図を持ちながら、近くを回っていくということをやりたいと思います。うまこちょっと行ってくるよ、うまこ行ってくるね。あったぜ、ボート。ほ、地図を見ながらね、ちょっと、あ、じゃあこっちの氷山の向こう側行ってみようかな、なんとなくね。よし、なんとなく行ってみよう。暗視もあるからまた亀の産卵も行わせることができますね。さあやってまいりました。ここは、これ以上向こう行けない感じになってるか。あ、行けるね、行けるね。ゴー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 。製氷ですね。製氷はなかなかにレアですからね。作ろうにもね、大変ですからね。はい、今地図でちょっとうっすら確認してみますが、無理なのか通れないのか。じゃあこっちから出よう、しょうがない。何か発見したいんですよね、近くに。資源調達島っていうのがあるんですけど、結構遠いというか遠いし、せっかく植えた苗木とかもね、生えなかったりするので、それって嫌じゃん。生えてほしいじゃん、せっかくなら生えてほしいじゃん。だから近くには本当あるといいんですよ。こういうなんか普通の冒険って久しぶりな気がするね。怯えてました、四国。おお、なんだあのバイオームは、不思議だな。おい、パッと見あのキノコバイオームってわからないよね、あれね、あの島。よーしよーしよーし。あ、この氷山はあれか、北側の氷山とつながってんのか、四国の北側の氷山と。なんかね、俺こっちになんかありそうな気がするんだよな。お、マグマが垂れてきてる。やっぱり初めて来たところだ。そうだよな、こっちなんか絶対来てないもんな。お、ほら陸地が見えてきた。俺の勘が言っている、この陸の上に何かが。上陸しよう。よいしょ。持ってきた地図全然関係ないとこ来ちゃいましたけど、あ、潰せる潰せる。はい、持ってきた地図が全く関係ない場所になってしまいましたけど、こっちに言っただろ。そして馬もいる。馬めっちゃ近いところにいたやん。そして夜なのにベッドがない。暗視を飲んどこう。村発見しちゃったよ。ここ地図でつなげようか。一旦戻って地図で、おっし、村人発見。ゾンビ村ではない。来たよ、ここの村人連れてけるじゃん。農作物もあるし、あと、ないか、宝箱。あんま長居するとここの人たちやられちゃうから、一通りぐるっと見たら、ちっちゃい村だな、ちっちゃい村だな。でも村人いるだけよかった。一旦離れるね、ごめんね。離れて、また後で来るわ。ここの村人連れてきたいな。来れるね、これぐらいの距離なら。素晴らしい、素晴らしい発見をしました。何かあるっつって言って、何かあったの初めてかもしれないですね。初めてかもしれないですね。勘が当たったのは本当に初めてかもしれない。今から四国に戻って、まあ一泊してね、安全な明るいうちにですね、村の方に行って様子をお伺いしたいと思います。まあ一人ぐらい連れていけんじゃないかと思うんだけどね。ボートで来れるルートを作っとかなきゃいけないということだよな。こっちなのかな、どうやって行くのが一番いいのか。地図によるとここがね、向こうまで続いてる感じがしてるので、行ってみようかな、ここの道を。ゾンちゃん、ゾンちゃん久しぶりだね、ゾンちゃん。あ、こっちからの方が良さげ。こっちにカメがじっとしてるの、なんかシュールじゃない。なんで元の道に戻らんの。こっちに来ちゃってなかなか行けないの。よいしょ、ついに四国に初村人か。おやす、うーおやす。地図をもう一枚作る、余った地図がある。あー、これじゃダメなんだな。もう一枚作って、向こうでねスパニッシュしないといけないんだね。額縁をまた作ろうか。飾る用の額縁を、新しい地図を作ります。でこれをスパニッシュしちゃダメー、スパニッシュしちゃダメー。もう向こうでスパニッシュして大きくするっていうことなので、作業台も持ちまして、よしよし、じゃあ行きましょう。そして村人連れてくるぜ。よーし、帰りなよ向こうにさ。よいしょ、行きまーす。じゃあねー、もうルートは大体把握した。あと新しい地図をスパニッシュするだけだ、村人の近くでな。さっきのオゾンだ、燃えてやがる。おいでおいでおいで、早く早く早く。あーし、助かったね、スパニッシュ。はい、
よいしょ。でここで最大サイズに拡張する。よいしょ。さあ村人を連れてくることができるでしょうか。一人でもいいんです。いや最低二人来てくれればなんとかなるんです。あのお師匠ね、押していくんですけど、でこの段差をねどうやって登らすかなんだけど、こうすんじゃん、登ってくから。師匠に行け。この師匠が我が四国の第一村人となる。敵ももう一切出てこないんだぜ。行こうぜ。待て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 、行かない、まだ行かない、いや、ダメ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 、わかるよ、どこに連れて行くか分からないけど、怖さはわかるけど、ダメだ。君は四国の第一村人に選ばれたの。ニートしかいないこの村にさ、君のような優秀なさ師匠が、ああ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 、あどうやら私を怒らせてしまったようだな。見よ、これが私の執念だ。はっ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 。さあ来るんだ、乗れ。よし、よく乗った、よく乗った、よく乗ったぞ。敵モンスターからは俺が守ってやるから、このまま海に飛び込めばもう四国に着いたも同然である。皆さん、四国に私がもう大事に大事に開拓を進めてきた四国に、ついに第一村人がやってくる、第一村人がやってくる時がやってまいりました。安心でも飲むか。ほら、もう夜じゃなくなったぞ。もう大丈夫だぞ。イエーイ。村の皆様、師匠の村人はね、出世しましたのでね、出世して四国の第一村人ですよ。もう誉れですよ、もう誉れ。これはね、もう完全なる誉れ。ここに、さっきまでいたゾンビ、もしかしてそこのドラウンドになっちゃったみたいなこと。いったー。あれ、あれ、あれ、おいで、泳いでる。そうそう、登りなさい、陸に上がりなさい。そうですよ、ここがあなたのこれからの住まいである。もうここは村だと認識したわけだな。あなたは香川県に住まう第一村人である。入ってった、この絵いいね。めちゃくちゃ写真撮ってた。はい、ということでですね、もう奇跡的にですね、村が発見され、そこから村人を一人四国に連れてくることができました。本日誕生日の兄弟にお届けするプチチャレンジ、今日は何でしょうかね。おやす、はい、地図はここに貼り付けておきます。では、プチチャレンジとして村人さんを見に行きましょう。もう今日はね、もうプチチャレで村人連れてきてもよかったぐらいの話なんで、村人どこ行ったかな。第一村人さんに、あー、名前つけようか。第一村人さんに落ち着いとるな。名前つけよう、名札もあるし、それがいいね。プチチャレとしてはちょうどいいんじゃないか。第一四国人、これ皆さん間違えてはなりません。第一四国人じゃないですかね、第一四国人ですからね。どうも、君の名前は第一四国人。よいしょー、できましたー。お誕生日おめでとう。名前出してもらってね。兄弟通信参りましょう。ですね、次にネザーを作るなら、ネザーに作るなら何がいいですかというアンケートですね。アンケートなんだけども、エリトラトンネルということで、エリトラトンネルの存在を知ってくれてる人がたくさん見てくれてるっていうね、ありがたさもね、ここに含まれておりますから、いつもありがとう、 いつもありがとうございます。そして、ちょうどね、村人関係のねコメントがありました。ウポに、四国銀行というのを作ったらどうですか。村人連れてきたら面白そう。調べてみたところ、高知県高知市にあるそうです。市銀と呼ばれるらしいですよね。市銀ね、んじゃらんじゃらいてんぬれんぬれんぬれん
なんだかいけそう。またこの詩吟も作ってもいいかもしれないですね。四国銀行、高知県高知市って言っているので、向こう側か。そうですね、高知の。いやでもね、愛媛に今建物がないから、愛媛にもね追加したいなとも思ってるんで、僕はもうすっかり香川県人になってんじゃん。だってもうすっかり香川県人、絶対敵来ないから安心しててね。でもっと村人さん連れてくるからね。 OK? OK? はぁ、うん、はい、ということで皆さん、また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。では、ほな。